tb-303 は、かつてローランドが製造、販売したシンセサイザー。1982年発売開始。ベースネイロに特化し、またシーケンサーを内蔵していたことで、短いループをプログラムし本体に記憶させることができた。本体の大きさはコンパクトで、持ち運びが良いであった。同時期に発売されたリズムマシン tr-606 と、 デザインが統一されており、2台を合わせて使うことで、リズム帯を自動演奏できるというのが発売当時の触れ込みであったが、当初はベースネイロの再現が十分でないなどの理由で、人気機種にはならなかった。当時のレコードで聴ける数少ない例に、ジャコパストリアスのワード・オブ・マウスの冒頭曲、クライシス・アレクサンダー・ロボトニックのプロブレムズ・ダ・ムールがある。だが、 1980年代後半の音楽シーンに発生したアシットハウスではそのフィルターを持することで出される独特で奇妙な音色と内蔵シーケンスのグルーブが再評価され多くのアーティストが使い出したことから一躍脚光を浴びるシンセサイザーとなるそもそもの発端はシカゴのハウスクリエイター DJ ピエールが楽曲制作の際にベース音源として 中古の303を入手したところから始まる。だが、その時、偶然フィルターの設定が全開になっていたことから、彼は、この奇妙なサウンドの独特の魅力に気づき、それを最大限に生かす方向で曲を制作した。この曲は、フューチャー名義で、アシッドトラックスとしてリリースされた。既存のハウスミュージックのフォーマットからは大きく、逸脱する作品となったが、 結果的にこの作品は、ダンスミュージックシーンに、絶大な衝撃を与え、アシットハウスという一つのジャンルを確立するまでに至る。その後もハウスはもちろん、テクノなどで使用アーティストが増えていき、ダンスミュージックに欠かせない楽器の一つとなっていった。また TB-303 の人気が出ると同時に、中古市場でも価格が異常に高騰していくこととなる。 tb-303 の使い手としては、テクノの分野では、ハードフロアやリッチーホーティンが有名である。ちなみに、発売当初は、ローランド tr-808 の廉価版的、リズムマシンという位置づけだった、兄弟機 tr-606 であるが、こちらも昨今は、エレクトロやヒップホップなどにおいて、支持を得ている機種である。中古市場での価格高騰により、 tb-303 の入手が困難になっても、ローランドからすぐに再発売される兆候がなかった。また、tb-303 は、ミディに似たようであったため、これもまたレアなシンクコンバーターを用意し、制御を行えるようする必要があった。また、独自に、ミディ対応改造や、CV ゲート入力端子の増設を行ったり、さらに強力な機能を付加したものなど、 様々な改造を行う業者も現れた。代表的なものに、ミディ改造を行いさらに1ユーラックマウントか、多機能制御化した 5G 製の FGP-3 や、リアルワールドインターフェアシズによる、デビルフィッシュなる、チューンアップバージョンがある。ただし、これらの改造バージョンは303の評価の肝である。 シーケンサー部分を排除していたり、フィルターがより強力なものに改造されていたりと、オリジナルの個性のいずれかを少なからず、犠牲にした上で成り立っているので、その仕様には賛否両論ある。欧米の中小シンセサイザーメーカーから TB-303 の音色再現を狙ったシンセサイザーが多数発売された。1994年に発売された、ノバシオンベースステーション。 ドイップファー MS-404 などが代表的である。中古市場やクローンシンセの人気を受けて、本家のローランドからも MC-303 や MC-09 が発売された。そのような状況の中、2014年初頭にローランドが突如 DJ ジャンル向けのアイラブランドの発表を行い、アイラシリーズの製品として t b 3というシーケンサー付き、 ベースシンセサイザーを2014年3月に発売した。これは TB-303 をデジタル技術で復刻するというコンセプトであり、スライド機能を搭載、TB-303 に肉薄した音色に加えて、独自のベース音色も多数搭載していたが、タッチパネルを使ったインターフェースが全く独自のものであり、賛否両論となった。 ローランドはさらに2016年9月には小型復刻製品群のブティックシリーズとして TB-03 を発売した。外見と操作性は TB-303 をほぼ踏襲しているが音源は TB-3 同様にデジタルであるためこれも賛否両論となっている。TB-303 の音色を特徴づけるフィルタには はしご型4次ローパスフィルタが用いられている。R と C をその名の通りはしご状に接続する。抵抗値を可変することにより、LPF のカットオフ周波数を可変する。抵抗素子には、初期品は、3用に SC536、後期品は、東芝に SC1815 が用いられていた。いずれも昇進後汎用品である。トランジスタをダイオードとして動作させ、 これに直流バイアスを加えることによって、広範囲の値が得られる、可変抵抗として機能させている。安価な部品を用いつつも、効果的に LPF を構成する技術者の工夫が見られる。もっとも、トランジスタを抵抗素子として機能させる、はしご型4次ローパスフィルタは、明記モーグで初めて採用された回路方式であり、モーグ博士の特許である。 ドランを含む後発メーカーはこの特許を回避するため、本特許のトランジスタの主要機能のうち、バッファー機能を省くことで回避した。そのため、カットオフ特性がモーグに対して、ブロード特性とならざるを得なかった。文献によっては、TB-303 は 30LPF であり、そのため独特な音がするなどといった記述が見られるため、要注意である。レゾナンスは、 この LPF にフィードバックをかけることにより実現しているが本機では過剰にレゾナンスがかからないようフィードバックを制限する抵抗が入っている一般的なアナログシンセサイザはレゾナンスを過剰にかけて発信させることも音作りの手法の一つであるためこの点がいわゆるアナログシンセサイザの設計思想とは異なる一部のマニアの間ではこの抵抗をショートし 発信させることによってさらに音色に幅を持たせるような改造を施すことも行われている。独特の概念に基づくシーケンサー部分はボタンごとに設置された LED の点滅を除いては情報を表示する画面やインジケーターなどが一切なく各ボタンはモードごとに複数の役割を担うため打ち込み中は進行情報の多くを脳内で保管して実行しなければならず 意図したパターンを正確に鳴らすためには、ある程度の訓練が必要であった。また、さらに譜面上では表しきれないようなベース、演奏特有の要素をパターンに付加する、スライドを、アクセントという独自の要素は、その効果も、また個性的で、打ち込み中の段階でかかり、具合を予測するのが、最初の打ちはいささか困難である。このお世辞にも扱いやすいとは言い難いシーケンサーは、 発売当時は単に難解であると批判された反面で、昨今は打ち込んだものが意図した発想を超える、思わぬ高フレーズを生むと評価され、出たとこ勝負の偶発性の高さが昨今は逆に重宝されている。スライド、アクセントを加えた、サイの個性的なシーケンスの歪曲効果と、ローランドの同時期の TR シリーズにも共通する、独特のノリも評価の重要なポイントである。 スライド、アクセントは他の多くのアナログシンセにあるポルタメント機能と多少効果が似ているために音源部分の機能と思われがちだが、ポルタメントとは異なりシーケンスに独特の効果を与えるものであるため TB-303 のシーケンスをマスターに他のアナログシンセをコントロールした場合にもスライドアクセントの効果は反映される。 tb-303 のシミュレーションを歌う後発の新生の中で、このシーケンサー部の独創性に着目し再現したものは極めて少ない。その多くが音源部の模倣に重きが置かれているのである。なお、この本体シーケンサーはクオンタイズ機能を持っていないため、任意にシャッフルを設定することはできないが、ハードフロアの二人はシングル、魔法ガニールーツにおいて、 303のシーケンスをシャッフルさせるという荒技を披露し話題となった。当時、その方法に関しては詳しく研究されることはなかった。ため、マニアの間では彼らの303には特殊な改造が施されているのではないかと憶測を呼んだが、これはある裏技を使用することによってそれが行われていたのである。その裏技とは303本体で三連符モードで打ち込み、 そのシーケンスを倍速で曲本来のテンポと同期させることにより機事的にシャッフル的なノリを本体シーケンサーの特性を生かしたまま実現できるというものだった。これはリン・シンクコンバーターの中でも同期速度切り替え機能を持つコルグ KMS-30 を使用することによって行うことができるのである。ありがとうございます。